おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうですか皆さん体調は。元気？もう一晩寝たらもうすっきりしちゃう。高校生は。いいね。僕はボロボロです。マジでボロボロだから。もうえらいことですよ。最高！あと。イチローさんはガチでした。最速138キロ、50歳の全力投球。高校3年生も全力プレーで応えます。最後まで真剣勝負。イチローさんは116球を一人で投げ抜きました。どうでしたか皆さん、昨日のゲームは振り返ってみて。振り返ってこうやってお話しするのは初めてなんですよ。初めて大きい舞台でプレーをして、その観客とかその声の大きさとかも圧倒されて、その初めての経験だったし、そのイチローさんと対戦してすごいいい経験になりました。ありがとうございます。大勢の観客の中試合に臨んだ女子高生たち。これにはイチローさんのある狙いがありました。でも見られながらプレーするっていうのは大事なことだと思わない？昨日そう 思ったよね。自分たちだけでもちろん毎日厳しい練習してっていうのは大事なことなんだけれども、人に見られながら上手くなることも多いからね。もっともっとそういう機会がね増えてほしいと、まあ、僕は願ってこの試合に臨んでるんだけど。そしてイチローさんの打球にわずかに届かなかった三村選手からはこんな質問が。ピンチの時とかチャンスの時にどういうメンタルで挑んでるのか教えていただきたいです。よくピンチはチャンスとかって言うんだけど、そんなメンタルには全然なれないです。 そんなに強くなれない。まあ少なくとも僕はね。だけどその後に、あのピンチは自分にとってチャンスだったんだと思えることはたくさんあった。その瞬間は無理だよ。このピンチは実はチャンスなんだとはなれない。でもそれを超えられたら後の自分が、あの時のそのピンチとかね、その壁とか、まあ、いろんな表現があると思うけど、それは自分を前に進めるためのチャンスだったんだというふうになる日が来てほしいね。野球を通してイチローさんが伝えたかったこと。僕50歳になったんだけど、今までの去年までの最速が134キロで、135キロの壁みたいなのがあったね僕の中で。で昨日何球か138というのがあったんだけど、50歳になって球速が上がるということはあんまりこう自然なことじゃないでしょう。自然じゃないですよね。でもそうやって毎日限界を迎える練習をしてるとこうなるだ思い込むっていうのは、まあいい方に作用することもあるし、でも大体悪い方に作用することが多いですよ、思い込みって。それ取っ払ってほしいよね。自分にこう制限をかけてしまう大きな要因になるので、その一つの大きな壁っていうのは、ね、どんな世界にもあるわけだけど、誰かがじゃあ女子の選手がね130キロ投げましたが出てくると、意外と早い段階で次が出てきたりするんですよね。でホームラン一発こう打てる選手が出てくると、なぜか次も出てくるということがあると思うので、まずなんかそこを超えてほしいなと思います。135キロの壁は超えましたから、50歳が。
みんなできるでしょ。高校生だもん。それはやってもらわないと困りますね。一郎さんの言葉、女子高生たちにはこう届きました。途中でおっしゃってた、毎日自分の限界まで練習をするっていうのが自分はすごい響いて、そこまでやってるから年関係なく毎日成長できるんだなっていうのを感じました。ピンチな時こそ楽しめっていう言葉はあるんですけど、それじゃなくてピンチはピンチでいるっていうのを言ってもらったんで、自分もそういう考えでやろうかなと思います。僕らあの高校生と交流するとみんながこうその後どうなっているかって、まあ、すごく気になって、みんなどうしてるかなって、そういう今こんなチームでプレーしてるよとか、まあ例えば高校男子の高校生が野球は続けられなかったけどこんなことで野球に携わってるよとか、まあ そういう報告が嬉しくて、まあ自分のなん、まあ、後輩っていう感じもないんだけど、まあ、かといって自分の子供という感じも、まあ、年齢的にはそうなんだけどね。でも、まあ、みんなのことはね、やっぱ交流した高校生たちみんな可愛くてね、その後の活躍を期待してるし、いい報告が入るホットラインがあるので僕にいつも見られてると思って頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。いい報告を楽しみにしています。じゃあね、頑張って。ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。失礼します。はい。